ご当地グルメキッチンカー、ご当地キャラ大集合、縁日、ワークショップ、大人気の紙芝居、全国ご当地ラン&ライド2024など、さまざまな企画が繰り広げられますので、どうぞお楽しみに。また、東京ドームホテル地下1階の縁日会場では、お子様から大人まで楽しむことができる射的や、輪投げなどの縁日コーナーをはじめ、弘前ねぶたや鳴子作り体験など、思わず時間を忘れて熱中できる手作り体験コーナーなどのワークショップ、大人気の紙芝居などをお楽しみいただけます。ご家族をはじめ皆様の思い出作りに、ぜひ東京ドームホテル地下1階の縁日会場にお立ち寄りください。さらに13日の水曜日までプリズムホールではご当地ジョイトレイチが開催されます。こちらも全国のおいしいが大集合しますので、ぜひお立ち寄りください。さて、こちらのクリスタルアベニューお祭りステージでは、全国各地のお祭りをご紹介してまいります。エネルギッシュでパワフルな演舞でお楽しみください。申し遅れましたが、私はこちらのステージで進行役を務めます、横野すみれと申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは本日最後の出演、青森ねぶた祭の皆さんをご紹介させていただきます。青森ねぶた祭は青森市内中心部で毎年8月2日から7日まで開催され、祭りの主役であるねぶたの出しとそれを引く引き手、そして囃子を演奏する囃子方、さらにその囃子に合わせて跳ね踊る跳ね人が歓喜乱舞する勇壮華麗なお祭りです。本日はここ東京ドームシティにねぶたの出しを展示することは叶いませんでしたが、東京近郊で活動する囃子方団体と跳ね人団体の皆さんに多数ご参加いただき、青森ねぶた祭に欠かせない囃子の音色と跳ね人の演舞で祭りの雰囲気を体感いただけたらと思います。それでは青森ねぶた祭の花形ともいえるねぶたの囃子の演奏をお聴きください。進行を務めさせていただきます、青森市役所観光課の佐藤と申します。ありがとうございます。佐藤、これから皆様に本場青森ねぶた祭りの魅力をご紹介させていただきますので、最後までお付き合いいただきますようよろしくお願いいたします。そしてただいまねぶたの花でありますお囃子を演奏いただきましたのは、青森ねぶた囃子二目組と首都圏青森ねぶた囃子会、そして東京ねぶた連合会囃子方の皆様です。また跳人が青森ねぶた跳人集団潮流会の皆様です。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。それではここでこのねぶた祭りについてご紹介させていただきますが、実際にこのねぶた祭り生で見たことがあるという方いらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。それではこのねぶた祭りなんですけれども、歌舞伎や歴史、神話を題材に勇壮、華麗、愛情といったさまざまな表情を持つねぶたと、心に焼き付くような音色で聴衆を魅了する囃子方、そのお囃子に合わせて色とりどりの衣装を身にまとい熱狂するように乱舞する羽人が登場します。祭りの会期は毎年決まっておりまして、8月2日から7日までの6日間開催されまして、毎年多くの観光客の方々で賑わっております。本日実際にその大型ねぶたこの会場に持ってくることができなかったんですけれども、毎年20台以上もの祭りの主役ともいえる大型ねぶたが出陣しまして、ねぶたとお囃子、羽人が三位一体となって歓喜乱舞する熱く燃える夏祭りは必見です。昨年は令和元年以来制限のないフルスペックでの青森ねぶた祭りを開催することができました。本日ご来場の皆様にはこれを機にこの青森ねぶた祭りを生で見てその迫力を感じていただきたいと思いますので、一度青森へ遊びに来ていただけますと幸いです。それでは先ほど皆様にお聞きいただきましたお囃子が青森ねぶた囃子の新興囃子というお囃子でして、笛、太鼓、手振り金、この3つの楽器で構成されております。ここでそれぞれの楽器の音色を聴いていただきたいと思います。それでは笛から一節お願いします。はい、ありがとうございます。次に鐘を一節お願いします。はい、ありがとうございます。最後に太鼓を一節お願いします。はい、この3つの楽器を順番に一回しずつ合わせていきますとこうなります。聴いているだけで身も心も躍り出す津軽弁で茶わめくって言うんですけれども、そんな気持ちになれる、これが青森ねぶた囃子です。続きましてこの青森ねぶた祭りに参加するには2つ方法があります。1つがこちらの羽人のように衣装を着て参加する方法、もう一つが掛け声で参加する方法です。ねぶた祭りの掛け声は囃子方や羽人の皆さんが
ラッセーラーラッセーラーと掛け声をしますので、それに対して道のお客さんがラッセーラッセーラッセーラーと掛け声を返します。一度私たちでやってみたいと思います。ラッセーラーラッセーラー、これが青森ねぶた祭りの掛け声になります。ぜひ会場の皆さんも一緒にやってみましょう。私がラッセーラーラッセーラーと掛け声をしますので、会場の皆さんもラッセーラッセーラッセーラーと合いの手を入れてみてください。それでは3回やってみたいと思います。いきます。ラッセーラーラッセーラー、掛け声ありがとうございます。後ほど改めてお囃子を披露させていただきますので、その際は会場の皆さんもぜひラッセーラッセーラッセーラーと返してみてください。続きまして、ただいま掛け声についてご紹介させていただいたんですけれども、次にご紹介させていただきたいのが、この途中から跳ねながら登場しました色とりどりの衣装を身にまとった方々を跳ねる人と書いて跳ねとと呼びます。それではここで2023ミスター跳ねとの佐々木さんに跳ねとと跳ね方についてご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。会場の皆さん、こんにちは。2023ミスター跳人の佐々木翔之助、名前が長いんでのすけと呼んでください。よろしくお願いします。のすけ、僕まで響くな。はい、皆さんこんにちは。はい、寒いですか？寒い。我々もっと寒いです。先ほど紹介されました、私も同じく2023ミスター跳人と佐々木翔之助福藤近志です。名前が短いので近志と呼んでください。はい、じゃあ行きましょう。せーの、近志。後ろはできる。はい、じゃあ次はグランプリの方に渡します。はい、みなさん、改めまして、2023ミスター跳人とグランプリの村山健一郎と申します。名前長いんで健ちゃんと呼んでください。はい、ということで、ここからはですね、跳ね方をですね、ご紹介していきたいと思います。ここからはですね、皆さんも一緒にできるので、もしよかったら一緒にやってみてください。上から見てる方もよかったらぜひ一緒にね、やっていただければ嬉しいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、まず説明なんですけども、跳ねる前にちょっと皆さん一緒にちょっと足のストレッチの方をね、先に始めていきたいと思います。ちょっと周りにね、少ないところもあると思うんですが、少し間隔を空けて最初に、まずは足の体操をやっていきたいと思います。まず足ですけど伸ばしていきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。ちょっと元気がないですね。もう一回いきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、ありがとうございます。次は足首をですね、回しながら、ほぐしていきたいと思います。実際これ、足のストレッチやる前にですね、いきなり跳ねてしまうと怪我してしまうこともあるので、皆さんやるときは気をつけて参加してください。よろしくお願いいたします。さあ、ここでですね、まだ足の方もだいぶほぐれてきたと思いますので、さあ皆さん一緒にここからやっていきたいと思います。跳ね方もですね、とても簡単です。皆さん昔ケンケンで遊んだことあるんじゃないかなと思うんですけども、本当にもうそのまんまです。今からですね、私たち3人で二回りちょっと跳ねてみますので、まずはこの一緒でちょっと長くなりそうなんで、一回ちょっと3人で跳ねますので、その後皆さんも一緒にね、ちょっとやってもらえたらいいかなと思います。じゃあそれでは3人でいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。
はい、もうたったこれだけです。片足2回ずつ跳ねるだけで、もう誰でも簡単に参加できます。そしてもうさっきの、掛け声と合わせて今の跳ねを、皆さんにも一緒にやっていただければいいかなと思います。では、一度じゃあ皆さんちょっと練習で一緒に私たちと跳ねてみたいと思います。じゃあそれではいきます。せーの、アラセーラー、アラセーラー、アラセーラー、セーラー、セーラー、アラセーラー、アラセーラー、アラセーラー、セーラー、セーラー。皆さんすごく上手です。ありがとうございます。さあ、実際この後ですね、林方の方に演奏してもらって、私もう一度、跳ねていきたいと思いますので、皆さん一緒に跳ねて体あったかくして盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。佐々木さん、ありがとうございました。ノスケ、ノスケ、ノスケ、しかし、それでは本日このステージが青森ねぶた祭り最後になります。最後に会場の皆さんと一緒に一体となって楽しみたいと思います。それではお願いします。Yeah!
ありがとうございました。桃田君、サッカーに何気をつけてくださいね。いいよ、まだいいよ、まだいいよ、まだいいよ、あれ仲間が増えた。以上でこの青森ねぶた祭りのステージを終了いたします。一度お疲れです。はい、ありがとうございました。